ちゃんゴルフしろよ。かわいいね後ろそれやっぱ。はい。はい。どういうカメラマンになっちゃったの？なんでそんな板でやるの？ファイト。え？お、いいね、修士。お前がやんなきゃいけないやつ。黙って見てるんだけど、大体わかるだろう。この質問、これあれあったら。大体それ一番考え。ナイス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 。自分でもやられたか半端ですよ、俺。みたいな。あ、タイミングバッチリ。いいね、いいね。ナイスナイス。これはね、なんで呪ってるかな。俺もわかんない。俺が買うと、あの、ラブマッチャーとわかる。知ってる？本当にわかる？どんな人？サーファーでしょ。サーファー、それサーファーでしょ。やっぱりラブマッチャーだっていうめっちゃ有名なサーファーと一緒に削ったの。これはすごいですよ。これすごい。右が俺が削って、左側がマッチャーとか削ったっていう。思い出の板です。おお、ちょっと今日持ってみよう。だいぶ汚いけど、何歳の時だっけな、二十歳ぐらいかな、10年前ぐらい。結構暑いんですか？暑いよ。おお、いいボリュームでしょ。なるほど、これはめっちゃ速そうっすね。久々だけどね。久々に来たよね。でもいざめっちゃ久しぶりに来た。最近ね、海のこと嫌いになっちゃったなと思って。海っていうか好きっていうふりをしてた、結婚するまで。はい、私は海に何時間でも入れるの、ほよ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 っていうのがもう、あ、うん、大丈夫、私家にいる。朝も早いしみたいな。朝、朝だ、この間千葉行くとき、行こっかなって言ってて、おいいね、行こうよ、何時って言われて、4時。あ、そうだ、やることあるみたいな雰囲気で帰った。でも好きなんだよね、海は。海は一人で行くんだよね。一人で行く。俺らが千葉行ってる時とかに一人で本読みに行くんだって。それはいいね。あ、よくね、このジャケット寒くないですか？寒くないです。めっちゃよくない？見た。可愛くない？うん、ね、全部可愛いよね。どれが一番気に入り？教えない。見てないか。見て、バケットハット。あ、あの SSSS のやつ、うん、頼んでない。あ、そうなの、うん、あのセットアップはダメ。でも絶対似合わないシューズのあれ。絶対あのヤンキーっぽくなっちゃいそう。こうやってゴールド。あ、疲れして。ってあ、やだな、似合わない。来てほしくないな、あれ。シューズ君には。あのバケットハットは可愛かった。あれ可愛いよね。可愛い。俺も撮ってきばよかったと思った。ね、頼まなかった、かいちゃんが。うわ、これでも影山店で見て、うわ、これ絶対後々伊沢さんと被るわと思って。私ずっとあのチェックで。大丈夫、あれから卒業してないから。負けたっていいよ。いいですよね。あの生地感いいよね。うん。Thank you.
ズのやつ上がるんすかね。あれ、いや、後編くれるって言ったけど。あ、マジですか。サブチャン投げようかな。じゃあ途中撮ってないですもんね。最後、最後ね、最後もそれどころじゃなかったでしょ、みんな。あの人混み乗るコツとかあるんですか。人がいっぱいいる中。はい。いや、マル秘ポイント。めちゃみんなと喋る。すいませんって顔するみたいな。え？行きますみたいな。いや、行きます。まあでも回してるような中で。あの結構プロサーファーの人たちとかも意外とみんな見えるじゃん全部。はい。結構気使ってるから、俺とかも今日とかは一番いいとこいて、で他の人がいやそこから乗ってもダメだなって時は行くもん。けどその人はこうとしてて、あ全然そこからでもあるなって時はもう行かない。なるほど。そう、行けてもそういう感じで回してる。で中みんな友達だったから、はいはい、おじさんたち。喋って、まあ、地元はいいっすよね。そうそうそう、喋ってゴーゴーとかそんな感じ。でも一番いい波は一番沖からいただきますって感じで。でもみんなもうフォーフォーって感じだから、はい、地元はいいよね、やっぱりそういう面で言うと。地元以外の時はどうする。めっちゃニコニコで喋る。愛想振りまき。でも大事だよね、やっぱり。大事っすね。なんか メキシコとかでもそうだったのよ、デンたちと、はい、とりあえず一番初め入ってって、はい、海の中入ってる人たちみんなに挨拶して、はい、はじめなんだこいつらみたいな感じで見られるんじゃん。でも挨拶はしてくれて、そこでおおどっか来たって話になって、で私はもう手前でやってますんでっていう感じだ。俺は、はい、見るじゃん、はい、喋りかけてきた日本人どんな感じみたいな感じで、はい、一歩目超重要。そこで詰まっちゃったりこけちゃったりしたらもう、あもうこいつのあの乗せてもったいねえやみたいな感じで見られるの、海外だと、はいはい、日本はさ、あれ結構さ、こうみんななんていうの、平等じゃん、はい、海の中そんな感じするじゃん、はい、海外ってもうほんとうまいやつがもう海の中を支配するみたいな雰囲気があるのやっぱり、はい、だからそこでなんかやらかすともう一切波を回ってこない。けど一本目バチコーンとかなって、じゃあすいみたいになって、あ沖行ったらお前何者だみたいななる時あんのよ。でいや日本から来てみたいな、そういう撮影でみたいな、もうピーク行けみたいな。あ一番初め超謙虚にするのが大事。あでその1本目決めるという。で1本目やっぱそれ一般の人通用しないですよ、その理論。それは通用しない、あの一般一発目は。だけど共通して言えることはやっぱ沖で喋るの超大事。あなんかこう例えばどっかサーフィンしてても沖でさ知らない人が喋りかけてくれたりするわけよ、うん、でローリッシュ使ってますとか、はい、なんか言ってくれるとやっぱ譲っちゃうもんね。あだからその心理的な、そうですね、やっぱなあこの人さっき喋った人だってなるとさ、うん、その まず波を、まあ、ほぼみんな、まあ、する人はいるのか、奪うとかあるかもしれないけど、まあ、見たらもう一本は譲ろっかなみたいな、ゴーゴーみたいな。全部はねさすがに譲れないじゃん、うん、海の中100人ぐらい入ってたら100人譲ってたらさ自分回ってこないから。だから結構海の中でこう喋りかけるって超大事かも。バッドバイブス振りまくよりは絶対いいっすよね。絶対バッドバイブス振りまいちゃうとそのバットで返してくる人もいるから。あ間違いない。せられちゃったりとか、はいはいはい、ねしたりするから。で あとあんま気にしなくていいやってなるじゃん、あの乗ってる方も、はい、けどやっぱさこう海の中であはちゃーとか言って喋ってニコニコで喋ってるとさやっぱ譲りたくなっちゃうよ。そうっす。だからそれ大事、いつでも。なるほど。じゃあちょっとずつ謙虚にフェイクに近づいていって、あのニコニコしてそうあの自分の時が来るのを待つって感じ。そうそうだね。一発目の印象悪いともう結構きついじゃん。確かに。それはいつもね、まあ、俺も意識してる海外行ったら。でも逆だとやっぱりそういう風にしてくれる、こう喋ってくれてる、あこの人すげえなんかいい感じの人だなってなるとやっぱ譲っちゃう、はい、勉強になります。乗れなくなるよねやっぱり。はい、そういう人が増えてきちゃうと乗れなくなるよね。あ譲りすぎちゃってもうみんなでもいいじゃないですか。でも
海の雰囲気良くなるからいいっすね。あ、それは一番いいよ、ね、海の雰囲気あるとやめる。何してんすか？寒かったね。温まって。え？寒かった。温まって一人で寒かったね。あの壁が全然意味なかったんだもん今日はね。ってことで楽しかったね。はいね。ああいうサクッとピークに集まってるシチュエーションいっぱいあると思うんで、うん、勉強になりました。よかった全然もう何を言えばいいかわからないんか。え、何？どうやって閉める？はい、じゃあ、お疲れ様でした。あ、これ終わった？はい。